オリンパス E-1 パナソニックルミックス DMCL1 ライカデジラックスサンフォーサーズシステムはデジタル一眼レフカメラにおける共通規格の一つである。日本の工学機器メーカーオリンパスとアメリカの写真用フィルム写真機器メーカーコダックによって提唱された。名称の由来となった4、3型のイメージセンサーとこれに適する標準規格化された。 レンズマウント及びデジタル専用設計の交換レンズが企画の中核となっている。2008年8月5日にはフォーサーズシステムの拡張企画であるマイクロフォーサーズシステムが発表されている。フォーサーズシステムのフランジバックは 38.67mm、イメージセンサーの記録体拡張が 21.63mm と企画化されており、 それをもとにイメージサークルの直径が決められている。センサーサイズが本来のフォーサーズサイズよりも小さいのは 21.63mm を4、3の辺を持つ長方形に換算すると約 17.3mm13mm、mm、になるためである。画面サイズは110フィルムに近い。テレセントリック製の追求によりレンズの光径や フランジバック長が大きくなってしまったため、当初はより大型のセンサーを採用した他社のデジタル、一眼レフカメラと同等程度の大きさとなった。しかしその後本体及びレンズの小型化も進み、さらに小型化を試行するものとして、マイクロフォーサーズシステムも登場した。フォーサーズシステムレンズ群の一部フォーサーズシステムのボディに対し、 次のレンズ用のマウントアダプターが純正オプションとして発売されている。各企画ごとの実際の撮像素子サイズはメーカーや発売時期によって異なり、おおよその目安である。ありがとうございます。